エスペナージセミナーという形ですけども、まあ、インテリジェンスのお話にお集まりいただきましてありがとうございます。で、本日のテーマとしてはシギントというふうになっておりまして、5日目のですね、シグナルインテリジェンスというお話をやります。その後ですね、ひとしきり、まあ、お話が終わった後に、インテリジェンスオフィサーが使うですね、護身技というものの展示を行います。よろしくお願いいたします。で、シグナルインテリジェンスはですね、これは電波とか通信の傍受を中心とした情報収集技術でありまして、で、これを語るときに、絶対に忘れてはいけないというですね、機関がですね、シグナルインテリジェンスでは世界最大最強の NSA という政府機関があります。これは国家安全保障局といってですね、まあ、ペンタゴンの国防総省の一部局になってます。まあ、ペンタゴン傘下の組織なんですけども、で、これはメリーランド州といってですね、まあ、有名ですけどね、東海岸にあるところで、で、陸軍の基地がありまして、ミドという基地があって、その中に守られてあります。で、CIA も、まあ、軍が守ってますけども、ヒューミントに特化いたしまして、まあ、出入りが激しいわけですね、 CIA の方はですね。で、こっちの NSA の方は まあ、ある意味ではですね、ナショナルセキュリティエージェンシーですからですね、ナショナルということでですね、一応米国に特化したという組織から始まったんですが、これは軍保安局ということでですね、最初はそれほどの規模でもないし、権限も技術もですね、すごいレベルではなかったのがですね、大統領令によってですね、組織改変と機能強化になったって、ちょっとこれもう見ていただくと分かるんですけども、で、ペンタゴンの中の部局として、活動を行っているんですけども、通信傍受をやるという、当たり前ですけどね。で、米国の国内国外の通信情報を取得と、以前は軍保安局の時は米国の、まあ、国内ぐらいだったんですけどね。それでもやっぱり各国の東側のエスピオナージのエージェントが入ってきていて、中国もそうですけども。